あれ？アン取れたんじゃないんすか？いや、負けた負けた、グッパイが取った。あら、だからグッパイ行ったんだ。なるほどね。これは見ていいやつ？あと15分ぐらいっす。あ、とりあえず。じゃあ、誰が一番に並んでました？うちっすね。何が条件ですか？あー、人数多いから、まあ、さすがにチンチロっすね。2だ、弱い。2だ、弱い。だいぶ弱い。ホットゲーム。さあ、負けたらしい。負けた？負け。負けてるね。負けたんかい。マジで弱いな。じゃあ、ありがとうございました。おいおい、あずしゃ。チンチロで毎回負けんのエグすぎるな。一旦チンチロもやりたくないですね。もうヘリ勝負とかにするか、次から。チンチロ勝ちました。飛行場取れました。わどいどーい。で、めちゃくちゃいろんなギャング取りに来てるわ。ナイス。一応リグがね、60分後なんで、飛行場やった後、受注は見に行けるかも。でね、多分ね、コンセルジュ、アンブレラ、モズが取り狙いに行くと思う。オイリグ、こんにちは。あ、こんにちは、アイリスです。おっと、チンチロ今しちゃって、あ、どうしようかな。あと何分っすか？あと15分なんですよね。で、そこに4客ぐらいいて、チンチロしちゃおうみたいになっちゃって、緊張しちゃった。あちゃー、マジか、どうしよう。どうしようかな、これ。うわ、どうしよう、それ、気まず。その、アイリスさん側が、納得いってないのはもちろんわかるんですよ。俺も経験したことあるんで。けど、こっち側視点としても、あれ、取れたのになんかまたやってんのかみたいになっちゃうんで。一旦マジで全体で共有した方が早いかもしれないっす。だからうちとしてその取り合いを今からやるのであれば、4回チンチロで勝っていただく必要があって、うん、まあまあ、だからまあ一旦4回でいいんじゃない。じゃあうちもその他のギャング来たらもうその都度やるし、チンチロ。そうっすね。うん、で決まったって言うから、じゃあそれでその都度そっちは2回なり3回なり振ってもらうで丸いんじゃない。じゃあそれで決めますか。うん、 OK っす。4回やん。6、強いよ。頑張れ、強い。強すぎ。これで負けた時点で終わりってこと？いや、お疲れ様でした。なんか気まずいわ、それ。いや、でもそっちの方がいいんじゃない？まあまあまあ。そっちの方がいいんじゃない？もう並んでその都度チンチロして、うん、負けた、ん？そう、勝った数だけ、その、プラスでお前ら勝てようでいいんじゃない？別に、今後。うんうん、まあ多分これに関してはうち同行とかアイリスさん同行より多分全体のあれなんで、一旦まあ今後こういうケースがあったとして、うち以外にもこういう感じでやってもらえるとありがたいですね。 OK です、ね、うん、それやってもらえると、あの、結構うちとしてもやりやすいというか、まあギャング全体がやりやすくなると思うんで、浸透してくれるのが一番いいよね。まあただどこが言い出したか知らないけど、15分前はさすがにちょっと、まあ早い。うん。ああ、行き急いでるかな、さすがに。15分前にもう決まってたって感じ。そうなんすよ。ああ、早い、決まってて。それは早いな、多分だけど、その、客船でチンチロが終わったグループが結構みんなゾロってきてて、もうこう流れでやっちゃえみたいな感じだったんだと思うんすよね。ああ。俺もその空気感というか感じたんで、客船と結構同じメンツがそのヘリでバッてこう来て、みんなでじゃあチンチロしようって。まあまああるあるね、流れること。でコンセルジュ的にも多分、まあ、ちょっと賢かったら待つと思うけどな。まあまあちょっと賢かったらの話だけどな。まあ一旦今回はじゃあそれでお願いします。ああ、うん、ごめんな、すいません。お騒がせしました。お疲れ様です。なんかあれですか、最近はこの速さで並んでます皆さん。3時間前とか。くっそ早く、くっそ早くないですか、ちなみに。10分前にはいるね、もうね。まあまあ、10分前はわかりますけど、今日なんか、平均的にクソ早いみたいなこと聞いてるんですけど。わかる。なんか、今日ね、今日なんか、早いし多い。え、多いよね。今日早いし多い。今日早いっすよね、多分。警察少ないってのもあるのかな。9人しかいないよ、警察先輩。なんだったらもう待つのもあれだし、やっちゃいます今もうチンチロ。いや、ダメ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 。それやると、結局なんか今日それでね、そう、いろいろあったんすよ。それで。オールインもあったんですか？いや、なんならうちが言われた？その、あ、そうなんだ。結果的に飛行場うちが取ったんすけど、その、はい、流れで。チンチロをするのが15分前とかで、大型受注の。さすがにそれは早すぎやろっていう話が上がったんで、おっと、アイリスさん来ちゃった、アイリスさんも来ちゃったよ。お疲れーす。お疲れっすー。どうもどうも。めっちゃ早い。なんかさっき、なんかあったみたいですね、時間。聞きましたよ。あ、そうそう。なんか早すぎるみたいなね、話があったんで。
そう、決めるのでしょ。それを今共有してたんですよ、うん、なんで、まあなんかちょっと今日全体的にペース早いんで、そう遅らせましょうよまあ普通に5分前とか3分前とかそんぐらいにチンチローでいいんじゃないですかって思ってて、いや、うちはね、結構もう本当にギリギリでやってるんで、ね、1分前とかでもアイリさんはやってるよね。だいぶ待ってはいる、その後から来るかなと思って、うちはじゃあ全然それでいいんじゃないですか。うん、一旦この、うん、今ここ4ギャングいるじゃないですか、はい、まあ、ここでの共通認識として、じゃあ1分前にします。1分前ちょっと余裕ないですか。3ぐらいにする？正直3ならどこもなんか特に文句ないでしょみたいな時間ですよね。そうね、うん、3でいいと思う。じゃあ3にしましょう。 3でいこう。3分前にチンチローみたいなのを一旦その各組織で共有しといてもらえるとマジでありがたいっす。ただまあこれはうちらがただ言ってるだけだ、ね、ここにいないギャングの人たちからしたら、いや急に3とか言われてもっていう人たちも出てくるかもしんないけど、まあただそこはそう、うちら4ギャングで一応共有しとけば後から話し合わせてもなんとかなるんで、はい、とりあえずここだけ共有で一旦。逆に他の受注場所でまた別のギャング見つけたらこの話共有してもらえるとマジですぐお互いさスムーズだと思うんで伝達が、うん、はい、お願いします。警察減ったぞ。まあ、最近こういう感じになってから多分そのギャングのボス集まって話してないんですよ。多分一回話しちゃったんですよね。はい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 。それこそあれかな、アンブレラと、グッバイと、うちとモズかなで4ギャングで集まった時に、うんうん、その大型の受注を何で決めるかみたいな話がまずなって最初に、うんうん、それこそ打ち合いで決めた話だったんですけど、まあ、丸くチンチロって今なって、そこから会議がないんで多分、うん、あ、まあそういう集まってなんかこういうあの決め方とか企画にいろいろね詳細決めてなかった部分もあるから、うん、まあ、一回話し合ってほしいっていうのはあるかな、ボスで集まって。まあそっちの方が認識的にも多分伝わりやすいと思うんで。そうですね。うん。俺はそれは結構、まあギャング増えてますから、あれからいっぱい。一旦今の最善策としてそれやっといて、3分前やっといて、ボス会議が決まってまた別ので決まったらそれに合わせるがいいんじゃないですかね。ああ、いいと思います。うん、それで。いいと思う。うん。伝えてきますね、じゃあうちは。OK です。はい。お願いします。共有しておきます。今ユニオンで俺ら含めて4ギャング集まってて、でここで一旦共有したんやけど、大型受注のあの取り合い、チンチロであれ打ち合いであれ3分前に始めてほしい。受注の3分前にやる。受注の3分前ね。うん、一応それでアンブレラ GBC アイリスには共有してある。で、まあ、後々、ボス会議みたいなのが行われて、また別の方法でってなったらそっちに合わせる。ひとまずこれが仮決定で。うん。で、この場にいないギャングもいるから、もしそのギャング知らない、そのルール知らないよみたいなの言われたら教えてあげてほしい。了解。お願い。え、ちなみに。無線が消え！無線が消え！この方、お名前は？名前、はい、名前、ちょっとまあ女性に女性になる、ああ、そっか、失礼か、名前は、すみません、じゃあ、ね、年齢は、年齢は、ちょっともあああそうかそうかそうか、こっちの方が失礼、もしかして、もしかしてこっちの方が失礼そっちの方が失礼、一応あ、オッケー、オス、オラ、千代だ、おめえは、はい、あ、違う、オス、オス、千代だよって言います。あ、はい、この人ダミアンです。あ、ダミアンさん、はい、あれですか、あのマメアンさんの、そうです。ああ、でも彼知らないんで、え、どういうことですか、チンチクリンって名前、そのあ、GBC に所属してることをマメアンさんは知らないですか。芸能プロダクションは知ってます。あ、なるほど、はい、複雑な家庭状況、犯罪に加担してることを知らないってことですか。はい、あ、それ、お、はい、分かりました、分かりました、よろしくお願いします。分かりました。複雑すぎる、複雑なんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしますが強かった。なんか一時期だってずっとなんか家出中みたいな名前になってましたもんね。マミアンさん、あ、そうです、そうです、なってたね。複雑すぎません。
踏み込みすぎか。めっちゃ仲いいですよ。今日は全然デートしてましたし。あ、仲いいですね。で、確かに今秘密は女性を美しくするって言いますからね。いやというよりも巻き込みたくないだけです。ああ、なるほど。お世辞言わなくていいっすよ。送ってほしい。長田さん。でもな、全然お世辞じゃないけどね。何お前、失礼やな。スラム育ち？帰ってきちゃう。いいの、寂しい。なあ、GVC もじゃあなんか結構人増えてません？最近増えてきたね。そうですね。すごいっすよね。なんか俺の勝手なイメージなんですけど、なんか前までユニオンとか合同でやってませんでした？うん、そうですね。こういうでっかいの、もうなんかソロでできる感じですか？人数的には。いけないこともない。おお、成長です。めっちゃいいっすね。うーん。なんか人数かける大型取れると。やれること増えていいっすよね。そうね、うんうん、幅が広がって、そう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 。グッパイ人多いんすか今？そうですね、今280人ぐらいいる。280人。一番やん。今日ね、海外支部とかも含めたらね。あ、そうなんだ。あ、グローバルなんだ。だいぶ、あ、グローバル。ロスサントス以外にもね、あるんでやんすよ。まあ、確かに芸能プロダクションやってますからね。そうなんですね。あとボランティア授業もやってるんで。あ、そっか。それこそもユニオンじゃ中10人と270人ラークできるじゃないですか、それで。じゃあそうっすね。いやいや、でもあの、この街にはいないからね。あ、いないの。そうそう、本気出したら、本気出したら招集できるぐらいなんだ。そっか。お疲れ様でーす。一応、ペロ剤で通報しよう。千代こっち来て。オッケー、ちょっと待ってね。千代はさ、うん、助けてくれ。その女の子とデートして何回目で告白する？あー、いや関係性によるけど、うん、3か、3か、丸くない？結構3。どう、うん、基本的になんで3回？いや、まあ、1回目は絶対ないやん。うん、でも、そのデート行くまでに、その、SNS で喋ったりとか、その学校とか職場とかつながりあるやん。あ、まあ、そこで仲良くなって1回目2人で行くやん。うん、で、2回目でまあ行ってもいいけど、2回目はちょっと一旦様子見るやん。相手の感じとか、その、うん、出かけて楽しそうかとか、すぐ OK してくれるかとか。でも3回目でもゴール。でもさ、うん、2回目のと3回目の間にさ、他の男の人に告白されてたらどうすんの？え、2回目と3回目の間に他の男に告白されて、それをその自分の好きな子が OK すると思ってることがそもそもアウトなんじゃないの？え、なんかさ、そのチャレンジなわけ、お前にとって告白って。俺は告白するとき結構ほぼ格でいけるやろうぐらいで行くんやけど。あ、じゃあ保険、もう知ってる状態で告白するってこと？それ。いや、知ってるっていうか、かかい、相手もこっちにちょっとは気あるやろうっていう、ちゃんと自信持っていくよ。どうします？それもう保険あるやん、でも。いや、保険じゃなくて、じゃあお前、道端で可愛いって思ったやつに、好きです、付き合ってくださいって言ってんのと一緒やで。それは違う、それは。いや、でも一緒よ、チャレンジ精神が。一緒じゃない？大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。クソしょうも、クソしょうもない話してたんで。はい。何がしょうもない話だ。カットインしてくんな、お前ら。一旦オールインで決めるって感じだったんで、あの、チンチロ。了解っす、了解っす。大型より大事だぞ。来るよ。どうよ。何？え、強っ！勝てるわけないって思ったでしょ。勝ちます。うわぁ、惜しい！惜しい！今やばい。マジ惜しかったなぁ。もうやば。いやいや、まあまあでも、ここでちょっと運を排出させた。ごめん、ひとまずユニオン負けたわ。五人の佐藤だ。あ、一旦5のゾロ目で勝ったわ、今。え、勝ったの？あ、いや、あの、今からまだ戦わないといけないけど、俺には勝った、一旦。一回戦。よし、じゃあ、行きます。え、どことやればいいんだ、これ次。アンブレラ。あ、じゃあ、お願いしてください、ジョーカーさん。え、誰投げるよ。え、投げたいの？いや、いや、どうせ、どうせもいいや。行けよ、じゃあ、いいよ。行けよ、お前。はい、でいいぞ。闇夜に降りし。ユニオンのイデシ神。ユニオンのイデシ神。力を貸せ、チンチロ。でも、惜しいなの一層よ。あ、これ豚やな。闇よりイデシ。はい、それお前。お前省略しろ、栄翔。何が省略。
中じゃ来た。おお、すげえ、最強だ。すげえ。炎症強すぎ。え、じゃあ俺はこれ。いや、いや、この炎症した方がいいか。すげえ、完全炎症より消毒した方が強いんや。何をやれば勝てるの俺は。アイゼンの逆やな。思った系のこと言ったけど、とりあえず思ったこと。自分が今頭の中で浮かんだ単語全部。ジョロベか、ジョロベか、四五ロ以上。ソリ。ソリ、ソリ。ソリ。おぉ、炎症しないからってやっぱ。まあね、無炎症はさすがにじゃない？やばいや、日頃の555はやばいぞ。じゃあ、やっていいですか？どうぞ。ちょっと。アミちゃん、いつもやったって。これ、排出された。いやでもこれ、これさ、GBC 側の炎症もかなり長い可能性はあるよ、言った。あるよね。やめてやめてやめて。炎症ね、ここまで来たら、まあだいぶ炎症ね、そうだね。炎症がかなり。ハルバシすごい炎症だもん。いやもう、炎症得意そうなマクドナルド呼んだらいい。かなり。今、忙しいみたいなんですよ。マクドナルド呼んだらもう一発よ、本当に。先どうぞ、アイリスさん。この中いやいや、炎症中のエコないよ、エコないよ。我が力を、紫式部の力を貸せ、信じろ。微妙言うて、まあまあまあ強いっちゃ強いよ。ちなみに、なんで紫式部？グッバイ誰？グッバイ誰？アイリス、紫色だから紫色かなと思って。あ、なるほどね。あんたなんか、声吹き込むのうまそうだから。アミちゃん、誰に言ってんの？はい。はい。そもそも継承ってなんだよ。恥ずかしがらないで、恥ずかしがらないで、楽しいだけだね。継承したことないタイプ。継承って何それ？よかった。継承破棄しかないんや。義務教育だよ、義務教育。ねえ、継承しないよ。どっちかって言うとアイリス側にいるからね、今ね、こうなんでだよ。継承して、継承して。神よ、力をくれ。チンチロー。バカの炎症だ。普通に行くよ。普通に行くよ。どんどん行っちゃって。普通に行くとまずいよ。ほら、普通に行くから。普通に行くから。頑張ってください。しないとダメよ。炎症ってなんだよ。炎症は一回お前らが行け。待て、8人だぞ、警察8人。え、警察8人だぞ。頑張ってね。一応アイリスがユニオン取ったけど、警察8人らしいからまだ時間かかる。あれ、お前ね、透明の人いる。え、何を言い合いしてんの？あ、小沢の言葉たらすってことか。どういうことですか？多分ナスはユニオン取れてるよねって話をしたかったんやろうけど、受注ができてないのは知ってて、もうその取り合いでは取れてるよねっていう。で、警察の人数がいないから受注できない。で、今人数が減ったじゃないですか。9人から8人減ったんですよ。うん、まあ8人なんだ。それで取れなかった時が嫌だからアーティファクトも来るみたいな。で、俺の考えとしては、いや、それも街も込みでの取ったんじゃないのっていう話なんですよ、俺からしたら。だから、ここに来るのおかしくないっていう話をしてたんですよ。はい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 。ユニオンをうちに譲ればいいんじゃん。だからそれは、その、うん、もしアーティ取れるんだったら、ユニオンは、さっきうちで話してるときは、グッバイが最後まで勝ってたんだったら、グッバイって話だったけど、それはまたそっちで話し合ってもらって、あのうちはユニオンは捨てるっていう話にはなってるんですよ。うん、今、じゃあ、ここが取れたら、話し合ってるよ。ここを捨てるんだったら、こっちの三角巾じゃない。でもよくわかんない。途中から来たからわかんない。OK。で、ハンさんから今聞いたのは、コンセルとモズが来てないから、来たらチンチラやるみたいな話をしてたんですけど、小沢はその言葉が足りてなかったんで、俺からしたらハッてなってたんですよ。うん。それが発端で昨日喧嘩になったんちゃうん。そう。まあ、どっちみち両方やれない可能性もあるし、一旦帰ろう。こうだね。あ、うちがすか。帰ろう。了解です。ご迷惑おかけしました。すいません。いや、いいよ、いいよ。これね、受注系わかんねえんだよな。え、これアーティー。アーティもできるもん、これ。アーティ何人かやって。アーティは9やね。うん、まあ8なんだよね。なんだよね。この時間に減ったら増える気しないしな。ジョッカーそれ多分今並んでるんやろ、ユニオン。それもう増えないからいいよ、帰って。うん。ちょっと俺も今聞いてなかったから。うん、私も急になんか揉めてるって聞いてきたから。俺もなんか来てくださいって言われて。うん。久しぶりだな。久しぶりっす。元気か？元気っすよ。
元気ですか？もう寒くてさすがに裸は無理か。いやもうだいぶ前からだいぶ不評で中来ました。色気づいたんだな。じゃあ色気づいたんですかね。なんかめちゃくちゃ不評だったんで着替えました。今のその服装はいいじゃない。おお嬉しい。あざす。似合ってるぞ。一応再確認やねんけどさ。嬉しいな。さっきの話こじれそうな感じ大丈夫やった？すいません。うん大丈夫。オッケー。お母さんが収めてくれた。ほなパンさん行きましょうか。じゃあお願いします。一応それ流れ把握してる？疲れそう。出なかったらいいよ。アンジョさん久しぶりっす。お久しぶりじゃん。アンジョさんなんか前に、うん、あなんかツイックスでバイト募集とかツイックスしました。ああ職業体験ね。あの高級車ディーラー辞めたからさ。いやオールインやめたんかと思いました。いやオールインはやめないやめない。やめるわけない。絶対やめよ。でも警察も人数がちょっと高級車ディーラーだね。エデン辞めたの。あそうなんですか。そう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 。たのにね。あ昨日楽しかった？めっちゃ楽しかったです。いいなぁ、やっぱ楽しいんだ。パチのパチはすごいっすよ。いいなぁ、いいなぁ。ホールームないっすか、そういうの。なんか、ないんだよね。モンディさん的になんか、そういう気象というか。いや、そうなんだけど、まあ、いろいろ大変みたい、やっぱ。そんな簡単には、やっぱりできない。ボスでさえできないってことは、逆に相当、やりづらい。もっとやりやすくていいと思うんだけどね。起きるじゃん、多分。波風がね、それでやりづらいんじゃないかな。でも一番おもろいと思うんだけどね、それが。それのせいで見れなくなっちゃうのね。もったいないけど。アンブレラとオールインありますかね。いやでもいつかやりたいよね。一回ね、やっちゃってますもんね。あ、そうだね。俺も入る前だ。アナル？ん？指すまやる？指すまいいよ。どうやってやるの指すま。エモート検索で、はいはいはい、THU それで喋るとこのアップが何もないアップが2個、はい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 、アップ2ってやつが1本、うんうんうん、これで指すまできる。へえ。え指すまでしょ。ラミさん、や指すまのラミさん。いいよいいよやろ。いくよ。じゃあ俺ね、受注に関係ないよってこと。ラミ、うん、そうそう関係ない。8やね。いくよ。8ね。指すま6。はい。強っ。これ1抜け？これで。いやまだあと1本残ってる。あ、オッケー。指すま4。うわ、強い強い強い。いきます。指すま4。めっちゃ。なるほどね、読めた。指すま5。おい。指すま4。うわ少ないこと逆に。指すま2。うわー。間違った。あ、今だ。指すま0。はい。危ない。いいかけて、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 くそ、伏せながら上げてた。けねえな。指すま4。ほい。うわー。うわ、強くない。指すま0。わめちゃくちゃゼロはちょっとね。マジか。時間だったみたい。じゃあまた今度お預け。あの人狼同士が夜時間会議するんですけど、無線を使って会議するんですけど、それだとあの車で使ってるから人狼だ。え、なんでこれ？え、何これ？なんだ？偶然すいません、あの偶然あの無線が繋がりました。ごめんなさい。やばい。まずいなこれ。繋がりました。ごめんなさい。やばい。これまずいよ。人狼だ。誰や？多分あれじゃないですか、今人狼ネットをやってて、多分それ待ってください。占い師ですか？自分占い師です。まあ、まあ、事故だろうな。ガチで来ますよ、これ。バレてて草。オリの無線バレたね。アーティファクトのオリシカン。やります。チンジロ全員で一斉だって。ダイオットを破壊する。神の力よ、破壊の宿りし、この右腕で、チンジロ。弱っ。おい、目が出なかったらダメじゃん。あら、あら。うわぁ。頼むよ、チンジロ、うわぁ。弱っ。マジ。弱っ。まだワンチャンある、まだワンチャンある。あら、1？ もうなくなったワンチャン。ちょっと、あれ。野薬でもなくて、無薬。あの、すみません。スラッシュ E ダイス3ですよね。あ、はい、あ、スラッシュダイス3。あの、あれ
スペースは？ダイス。スラッシュダイススペースさん。スラッシュダイス。ごめん無役だった。スペースさん。あ、すみません。はい、これで。コロコロ。うわー、もう一回。大体こういうタイプの人は、ね、強い役出るから。これで、すみません、本当に。あら。うわ、やべえ。マジか。おっとおっと。起きそうだった。グッパイ行きます。お、これまだワンチャン俺もあるってことか。はい、今息です、ワンチャン。あの、危ない。ダイスの夢。コロコロ。はい。おい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 頼め。あっと、あれちょっと待って、じゃあ俺と、いや俺とオールインでもう一回再生、ね、あれ、はい、コロコロ、はい、オッケーオッケー、めんどくせえからさ終わらせるわ、コロコロ、まあまあこういうことだからさ、取った取った、はい、ハイソース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 。お前入ってくんな。お前入ってくんな。お前入ってくんな。46じゃないよ、お前。ダイス。7。あれ、受注自体はまだできてないってことか、俺。9になったら即受注しないと、逃しちゃうと、受注できないかもしれないですね。なるほど。だね。これヘルは残ってくれてるの？不安定やね、今、人数が。これ、今、ヘルがいるんだよね、あっちんとこ。結局あれしょ、3分前に共有することも3分前にチンチロでもうどのギャンブルでもいいとかそういう風に3分前にチンチロで決めましょうっていう感じでいいよね。そうそう、で早く来てたとしてもそれとルール決める権利があるっていうのは、うんうん、打ち合いを条件に出したりとかするのも縁でないっていう、ただスタートが3分前だよって話ね。そう、なるほど、誰がどこは実力決めるのが3分前、うんうんうん、K ラス7人になった。うわあ、増えてほしいな。え、絶対ユニオンは無理だよね。いやもうそれもそうだけど、無線に人が入ってきたのめっちゃビビったの今。俺だったね。あの人狼のやつやってて今ロスさんとその、まあ、あれも無線でここに入ったよな。なんで21.21使ってたんだ。まあ、適当に決めたんじゃない？21.21って。まあ。まあまあ、複雑じゃないからね。そこまで複雑じゃなかった。よかったミッション中じゃなくて。うん、確かに。ああ、そうやな。うん。と、知ってる人がいれば教えてほしいけど。8人。人狼の主催者誰これ？え、わかんないな。けど今の声は、スルゾーさんって方ですね。ラピスピの。うん。オッケー。あ、でもこれから使われると困るから、21.21 と 21.22 は。うん、使わないでくれって言うしかない。まあそれぐらい、まあ詰めはしないんじゃない、さすがに。まあでも2だから、それも う, ん、うちらの方で言ってるのもならんかなって思って、待ってます、まあ、変えるのが悪いけどね正直。まあボスに行ってみるか。それはボスに一回共有やね。うん、もう一個ボスに共有することがあるからな。何だ、あの俺がアーティファクトまで行ってなかった理由は、あの風見せよが正式にこっちに入りたいっていうアプローチを俺にしてきたことやね。へえ。もうちょい慎重に動くけど、憧れてる人が俺とあと2人おって、うん、この2人全部ボスの変装だよね。実質俺いないけど、これも全部、まあ、そういうアプローチを一旦してきたってことは、あの1回ボスには連絡をする、うんうん、これ豆やんを幸せにするわ。え、豆やん、豆いるじゃん。なんかもっと幸せにする。どういうこと？もう美味しいものいっぱい食べさせたい。かわいそうなのさ。なんでなんで、マメヤンのためなら何だってするわ。なんでなんで、マメヤンさんめっちゃいい人っすよね。マメヤンめっちゃいい人だよ。めっちゃいい人。ちなみにいつもパシフィックの時にあのジェットシューの屋上で一生俺のヘリが来るの待ってくれてるから。かわいい。今たまたまね、フラフト上で会って話してて幸せにしたいなってなった。確かにな。結婚おめでとう。はい、なんで無視に。おめでとう。負けない。負けないわ。何にすか。ちょっと何に負けない。負けないわ。ちょっとわかんない。とりあえずダミアンに宣戦布告してもらう。あ、そうやな。嫁がいるな。三角関係だ。いやでもそういうんじゃないんだよな。なんかやっぱ二人ごとごと幸せにしたい。これは。そういう位置になるんだ。お金持つと。迷惑すぎるな。なんかないかな。お金持つとそういう位置になるんだ。一回見てみて。なんだろう。旅行券プレゼントとか。ああいいじゃん。なるほど。ジャンボジェットでさ。ちょっと見てみて。そのここ一周。ああいいじゃん。あ、いいね。運転手でさ。それいいな。俺機長やるわ。俺じゃあ。なんでお前も行くね。あのじゃあ案内して。
見えますのはみたいな。いいね。いや、マメヤンでもお世話になってるからね、俺も。わかる、マメヤンいい人やな。うん。窓に嫁は閉め手配つけられるほど黒くなって。あ、そうなの？え？ダミアンは GBC よ。え？そうなの？多分 GBC。へぇー。増えたな。並びがね、そうだった。並びがそうだったわ。なんかさ、閉め手配の。なんか、別にやる必要ないけどさ、なんか、一旦ギャング全員メンバー全員集まりたいな。把握したい。なんかどんな感じなんだろう。ダンって出て会合で一回あったよ俺。会合モズの時に会合したよ。すごかったね迫力。どことえもう全員いた気する。だからメンバーがバーって全部オールインすごいぞ。多分オールイン全員集まれないだろ。ボスの両隣に RB さんとナシマさんおって。いやオールインが最強でしょそれは。オールインのなんか見たいな。またみんなが並んでるの。すげえな。覇気があるね。うん、あるな。ボス一人でも一目置かれんのにね。そうよ。